撮影できるメンタルに回復するまで43分かかりました。はい、どうもジルです。ということで本日もプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクです。最新イベントの情報を見ていこうと思います。ということでこちら、予告イベント交わる旋律灯るぬくもり開催についてということで、はい、冬ちゃんバナーです。はい、灯るですね。はい、誰が灯してくれたんでしょうね。奏で灯す空とかね、灯し火のミラージュとかね、なんかこの文字が好きですね。楽しみですね。イベントストーリーは楽しみです。ということで、イベントの概要を見ていきましょう。イベントの概要は、今回ね、チアフルカーニバルイベントでの開催となります。はい、5対5に分かれてね、戦うっていういつものあれです。開催期間は11月30日から12月8日、20時59分までというね、開催期間となっております。そして今回のチアフルライブテーマは冬といえばということで、グループはね、雪とイルミネーションだそうです。ジールさんは諸事情によって、チームがね、雪と確定しているので、もしジールのね、参加型配信に参加したいという方はグループ雪を選択するようにお願いします。では肝心のイベントボーナスについて見ていきましょう。タイプボーナスがキュートタイプということなんですけど、まあ、冬ちゃんキュートタイプいないんでね、ガチャをね引けばねいいかなと思います。はい、キャラクターボーナスは上から順番にいちかちゃん、ほなみちゃん、かなでちゃん、まふゆちゃん、みくちゃん25時ナイト行動でということでですね、はい、なんだったっけ、レオニーゴですね。はい、レオニーゴイベントということで、ストーリーがとっても楽しみなのと、まあほなちゃんが絡むのもあれだし、かなでちゃんはね、いちかちゃんとのこうあれがねあるんでね、はい、ぜひちょっと知りたい方はあの公式ファンブック買ってください。はい、そしてまふゆちゃんとかともね、ちょっとこういろいろ早くストーリーが見たくてたまんないです。はい、メンバーボーナスの方はこちら、初雪の中で朝日な真冬、 CD がつなぐ出会い、星野一花、まっすぐな歌詞、初音ミクということで、この3人が星4メンバーとして今回は登場します。まあそうですね、ジールさんは真冬ちゃんが出るまではガチャ引こうかなと思います。まあできればね、今回の3人は全員コンプしてね、編成に組みたいところですね。まあそんな感じで、では編成の方をね見ていこうと思います。はい、ってことでこちらが今回の編成となります。ジールが組める最高編成で、今回一応組める編成の中では一番強い編成になるかなと思います。この編成で 240% ボーナスが漏れるっていった感じです。ニーゴミクがですね、キュートタイプがいないんですけど、その枠でですね、この星1の、バーチャルシンガーのサブユニットなしのねミクちゃんが入ってきて、この子が 40% ボーナスを持ってくれるんで、240のね比較的強い編成が組めます。はい、そしてこちらがですね、星4を入れない報酬メンバーのみでの編成となります。この編成で 215% までボーナスを盛ることができるんで、まあそこそこ編成的には組みやすいかなと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。ってことで第4メンバーの方を話していくんですけど、まずは真冬ちゃんですね。真冬ちゃんは初期の星3の真冬ちゃんと、あとは2人付きウサギの時の報酬の星に真冬ちゃんが代表として入っていきます。続いてかなでちゃんなんですけど、かなでちゃんは星4の方で、前回の水木ちゃんバナーの時のね、星4と星2の初期のねかなでちゃんが入ってくるといった形になります。続いていちかちゃんですけど、いちかちゃんに関しては初期のね星4いちかちゃん、そしてもう一つこの前のレオニ箱イベントでの星3報酬のねいちかちゃんが入ってきます。続いてほなみママはですね、残念ながら星4しかおらず、星4がトワイライトパレードの時の星4のほなみちゃんで、星3以下はいないといった感じになります。ここがまあ持ってない人は自由枠になるかな。そして最後ににごみくのところなんですけど、にごみくの枠はですねキュートタイプがいないんで、ここも自由枠になるかなと思います。ただねボーナスを盛るだけだったら、あの初期のね星1ミクちゃん、このミクちゃんが 40% 漏れるんで、ボーナスだけだったらこのミクちゃんを入れるのが一番いいかなと思います。他にねキュートタイプの星4とかでマスラン上げてるみたいなキャラクターがいたら、そっち入れてもいいかなと思います。ボーナスの最高値なんですけど、ガチャでピックアップメンバーを当てたら、310%、 マスターランクを上げることで最大 360% のね、はい、非常に高い、ボーナスのイベントとなります。はい、ってことでこっからは余談となります。ですね、前の9月下旬かなの真冬ちゃんバナーがあった後に、もう10月の頭とかの時点でジールさんはですね、11月とか12月に混合で真冬ちゃんバナー全然あるよねって話をしていて、まあ来そうだなとは思ってたんですけど、やっぱり来たということでね、ベランを100ランをしたかったんですけど、お金がありません。はい、まあ全ての原因は
あとスマホが壊れたっていうのもちょっとはあったりはするんですけど、20万課金ですね。カラフェスの20万課金の出費がでかすぎて全然お金が貯まってないんで、今回のイベントはまあイベランはせずにガチャだけ引いて、ガチャの方はね引きます、当たるまで引きます。はい、全然天井とかもするんで、はい、ガチャを引かないという選択肢はないので、ガチャ動画は楽しみにしておいてもらったらいいかなと思います。で、あとね、イベランに関しては、まあ、せっかく真冬ちゃんバナーだから、イベラン全くしないっていうのはあれなんで、まあ、1万円だったかな ?1 万円ぐらいで確か羽がつくはずなんで、まあ、そのぐらいだったら別にブースト回復しなくても余裕で取れると思うんで、まあ、取れなくてもブースト多少ね、アイテム使うぐらいならいいかなって思ってるんで、それで、まあ、1万円ぐらいの称号を適当に取ってね、ほどほどで終わって、まあ、次の2、5箱がエナナンバナーで、その後の箱とかで、まあ、冬ちゃんバナーがちょっとずつ可能性出てくるんで、まあ、そうですね、来年の3月とか5月とか、そのぐらいのタイミングで、多分、まあ、冬ちゃんの箱バナーが来ると思うんで、そこに向けてね、着々と準備を進めていこうかなと思います。まあ、あと今回ね、ガチャが限定か工場かちょっとわからないっていうのがあって、まあ、どうだろう、悪の滞在コラボがあるからできれば、工場であってほしいんだけど、まあ、工場であっても限定であっても、はい、ガチャ引くことには変わりないんでね、まあ、ガチャ引きます。できれば工場だとね、ガチャボーナスがあるんで、工場であってほしいなと思います。はい、またですね、今回の情報発表があったってことで、12月のイベントの順番ももう確定ですね。今度多分12月10日ぐらいから始まるイベントが、ももじゃん箱のバナーがしずくちゃんとかになるのかな。で、ももじゃんイベントがあった後に、今度21日ぐらいからビーバスの箱イベントが開催すると思われます。なんでももちゃんの箱と悪の滞在コラボのねガチャが被るっていうのはもう確定でいいのかなと思うので、まあももちゃんのガチャ引きたいって人と、あとは悪の滞在コラボガチャをね引こうと思っている人は、まあ石を、頑張って計画的に使ってください。はい、といった感じでね、今回の動画は終わっていこうかなと思います。ちょっとところどころというか、いっぱい聞き取りづらい部分があったかもしれないですけど、すいません、ちょっと気持ちを切り替えれてなかったかもしれないです。はい、といった感じで、よければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。さあ待っててね、真冬ちゃん、今からコンビニに大チューズカード買ってくる。